い、ということで始まりましたロックスター振り返りたかがお送りする音楽エンターテインメントバラエティー音楽民族の第1回目が始まりました。ね、配信ライブいろんなアーティストがもう始めてますが、一線を画すという、音楽エンターテインメントバラエティというのをやってみたいなと思っております。毎回、多彩なゲストを紹介してですね、お呼びしてですね、僕の仲いいゲストをお呼びしながらトークと、セッションライブといろいろやっていきたいなと、もう手探りですから、これからよろしくお願いします。もちろん今から歌ってもらいますけど、うん、いや俺あのゼロ回見た時泣いちゃったもん。嘘だって。本当だよ。だってこんな、だってすごいクオリティなんだもん。何を持って泣いたんですか。何を持って泣いたんですか。なんてクオリティでやってんだ古川君。なんてクオリティでやる。そしてこれに出れるんだ、ウレ P だよ。嘘つけつ。嘘つけつ。本当だよ。これに出れるの。君のライブ今日今すごい素晴らしかったんだけど、はい、キャリアのあるミュージシャンの悪い癖出てた。フェアウェルのあの変なアレンジが。あのね、ボッサとかにしちゃうやつ。あれ聞きたいわけじゃないですよ。あれ聞きたくないよ。あれ聞きたい。いや、わかるよ。君のギターテクニックを持ってれば分かる。いや、まあ、その感じもあるんだけど、だけど、それ聞きたいんじゃないの。いや、手、だから今日なんか弾んじゃったよ、今日。あ、じゃあフェアウェルちょっとファンキーにしよう。やっちゃうのよ。それをね、あのね、そのね、ファンキーとかボッサとかみんな求めてないから。今ならば君に言える、やってほしい疑わずに、あの日僕は強がってた、自分を信じてた、好きであってほしい、そう願ってた。音楽民族、呆れずにみんなで笑って、愚かな僕をだんだんだ、これから君さえも忘れてしまうけど、わかってるんだ、僕はまた君を思い出す、愛してる、すごく君を愛してる、だけど熱いこの魂に逆らいたくはないんだ、oh. 開いていく僕の扉、一瞬の刹那から、たとえ幻でもいいさ、パッパラパッ